何複合重視、何それ。じゃ早速使うか。あ、重視っつったからさ、あの遠距離武器の方がいいんじゃねえか。これでいこうか。鳥獣人形ランボルト。ちょっとせっかくね、あのこの配信多分初めて見る、それから黒さんとかもいるから、ちょっといろいろ見せたくなっちゃった。どうしたんです？何かあったんですか？ええ、すいません、ちょっと考え事。何か悩み事でもあるんですか？ええ、ただ最強のマリオネーションギアとは何か、つい考えてしまって。やっぱりマリオネーションギアのこと、男ってどうしてこう人形が好きなんだろうね。何々最強の人形？それは面白い話だな。最強とは何か、未だその答えを得た人形師はいない。最強っていうのは男のロマンだよな。ええ、私が銃を扱うのも強さを求めてること。私自身他の人形師より最強へのこだわりが強いんです。単に銃が好きなだけって気もするけど確かに、遠くから攻撃できる分弾攻防の人形は有利だよな。でもそれだけじゃ最強とは言えない気がするぜ。飛び道具だって銃とかミサイルとかそれぞれ長所短所からしな。その通り。ならばどうするか、答えはこうです。全部乗せ、まさか全ての武器を装備する。バカー、考え方がバカー、すごい。すべての武器を装備する。手には銃、肩にはランチャー、そして粒子ビーム、しかもある程度の格闘能力も備える。これこそ複合重視、完全無欠の人形の姿だと思ったんですけどね。どうもしっくりこなくて。そうだ、よかったら模擬戦をしてもらえませんか。戦ってみれば何かわかるかも。いいけどな、どうしろ。バカ、すごくバカ多分でも相性悪くないか俺。それでは行きます。待って、俺意外と これのタイプ。あ、ファイヤー、ファイヤー、なるほど、これで撃つのね。危ない、よいしょ。意外と連射が効かねえなこれ。ファイヤー、当たってる、よし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 、これ使ってみよう。よし、あ、粒子ビームだ、避けろ、よいしょ。ここファイヤー。あ、散弾銃、まさかの。あ、やべやべ、まあ、いや、じゃあ至近距離行くか、一気にな。どうせ模擬戦っていうのは至近距離で戦った方がええやろ。ギャース、なる、うら。嫌すぎるどうだ、自分とこの旧式のマリオネーションギアに最新の やつがやられるという気分は。意外と操作はシンプルだったね。なるほど、全てが分かりました。最強のはずだった複合重視がなぜ思ったほどの力を発揮しないのか。つまりこういうことでしょう。機能を盛り込みすぎた。昔から多芸は無芸と言います。最強は何でもできることではない。たった一つ、いい極限まで高められた機能を持つこと、それが重要なんだと思います。この人形、器用貧乏ってやつか。そうです、機能を増やすぎると小吹とかごちゃごちゃになってしまうことも分かりました。操縦が難しいのです。なるほどな。複合重視をお売りしますから、ぜひ一度操縦してみてください。扱いにくいと思いますが、もし使いこなせれば役に立つかもしれません。そんな、使いづらいって分かってるんだったら、さぞかし安いんだろう。安く売ってくれるような不思議な子さんいらっしゃいけどね。ローザー復帰。さぞかし安く売ってくれるんでしょうな。まさか4000とかいかねえよな。やめてくれよ、そんな。8000! いや、でもな、今は一番レア度高いんだよな。買うよ、買う、もう。俺、弾工房のファンだから買うよ、もう、しょうがないな。くそ。嘘だろ？そんなになんか自分の商品バカにしといて。なにこれ、パットン VS ティーガー？ティーガーってなんだっけ？パットンもなんだかわかんないんだよな。ちょっとわかんないから、とりあえずちょっとルクサーで行くわ。いや、せっかくだから使うか。ね、複合重視。サイエル。どれだけごっちゃごちゃなのか。
よく来たな。ちょうどよい。見せたいものがある。いや。おお、大砲人形パッと。どうじゃ、なかなかのもんじゃろ。乗ってみるか？え、乗ってみんの？なにこのコマンドティーガーの出来損ないみたいな。こいつはコマンドティーガーの元になった。やっぱそうだよな。制作は10年前。この博物館の中では一番新しい人形じゃよ。歩くのは十字ボタン。コックピットにあるのは触ってみればわかるわい。え？何？コマンドティーガーだ。なんと、あれはナイトシェイド。傭兵同盟、この博物館に目をつけたな。なんでナイトシェイドがここを狙うんだ。この博物館にあるヴィンテージものの人形はもはや美術品と言ってもよい。売れば天文学的な値がつくものばかりだ。奴らにとっては格好の獲物というわけだ。えい、応戦するんじゃ。こんな旧式であいつらに勝てんのか。お、あいつは、チャンプ。よー、倒しろ、手を貸せ。竜、すげーのに乗ってるな。こっちはあんまり戦力になりそうもない。リュウ、頑張ってくれよ。よし、行くぜ、トシロ。はぁ、かっこいい。やだ、俺もそっち乗りたい。違うの。あー、すごい、やりづらい。どうやってやんのこれ。意外とシンプル。一発ずつしかねえのかよ、弾。ほんでもって、今気づいたら。クソか、これ。ねえ、ちょっと邪魔。あ、竜、邪魔や。大砲撃たせてくれ。気持ちは分かったから。また俺がどけやへんやろ、こうやって。くそ。あいつがやっちゃうよ、これ、このままだと。しょうがない、撃つか？倒しちゃって。射程距離、あ、チャージ系ね。違う、一体だけじゃねえ。まだいる。なんか可愛く見える更新、確かに。一応無限には撃てるのか。リロードさえ、てか射程距離短い。全然飛ばねえじゃん。ちょ、遅いよ。チャンプが全部やっちゃうよ、このままだと。あ、ごめん。今誰に当たった？今大丈夫？まだいんの？竜、どこどこ？そっち？遅い。バリ遅いんやが、どうしましょう。待って。こんなヴィンテージもの勝てないよ。それはね、街破壊して最短距離で行くか。うれ。いや、もう見て、見てくださいよ、このジーガーの、ジーガーだっけ、こいつのキレのある動きよ。ヴィンテージものよ、俺、ただのこれ。で、どいて。当たんない。あー、ごめん。もう任しちゃえ。さっきからチャンプに何発か当ててる。おわっ、あ、やばいやばい、チャンプが死んだ、やべえ。お前、チャンプやられちゃった、チャンプやられちゃった。音が拾える、こっちだ。痛い、あれだあれだ。チャンプ死んじゃったんだが、俺の誤射で。ああ、すごい、チャージが間に合わないよ。ああ、外した、最悪。なんでこんな銃で殴り合いしなきゃいけないんだよ。倒せちゃったよ。
なっちゃいました、くじってね。こんにちは、ということで、ありがとう、来てくれて。ようやった。礼といってはなんだか、こいつの設計図をやろう。いずれ作ってみるがいい。まんまくれ。そんな設計図と言わず、全部くれ。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。気に入っていただければ、チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いいたします。他にも、Twitter 等もやっているので、ぜひともフォローの方、よろしくお願いいたします。それでは、明日の動画でお会いいたしましょう。うかこと、うかい、とうしろうでした。またねー。